皆さんこんにちは。長方形です。はい、四国は愛媛県からお送りしてますチャンネル長方形ですが、本日は2024年の5月3日の金曜日です。いやね、今日からゴールデンウィークの後半戦に突入ということなんですが、長方形ですね、今来ていますのは JR 松山駅の裏側に来ています。ここはですね、JR 松山駅の、まあ、南側という、ね、言い方をしているところなんですが、まあ、向こう側が北口ですね、間違えた東口、現在、まあ、出口がある場所でして、動画でもね、何度もお届けしてますけども、向こう側にですね、西口が整備されます。そしてここはですね、まあ、南側なんですけども、なんでね、長方形この場所に来たかと言いますと、チャンネル長方形では以前からね、JR 松山駅付近の連続立体交差事業、そしてですね、こちらでやってます土地区画整理事業、まあ、こういった内容をね、何度もお届けしております。で、今回ね、新たに、まあ、進展がありましたので、その様子をちょっとお届けしていきたいと思います。それではどうぞ。さあ、ということでね、今回のね、重要なポイントはね、この場所南側でございます。実はですね、ここね、松山市がね、取得する予定の用地となっております。結構広いスペースがあるんですよね。で、ここにね、なんとアリーナを作ろうじゃないかというね、話が持ち上がっています。で、このね、アリーナを作ろうというふうにね、そういう話を言い出したのが愛媛経済同友会というね、まあ、一応ですね、どういうものかと言いますと、まあ、愛媛のですね、まあ、名だたる、まあ、市長さんとかですね、多分そういう方が集まっているんだと思うんですが、まあ、一応ね、個人というね、ことで集まっている、まあ、そういう会というか、ね、経済同友会だから会で、そういう会になります。で、そのね、愛媛経済同友会がこの場所にアリーナね、そういったものをね、整備したらどうかというふうにね、そういう意見が出たんですよね。あのね、一応言っときますけどね、これでアリーナを作るという話ではないんです。アリーナ整備すればどうですかというですね、提言がね、野市市長に出されました。まあ、ヤフーニュースとかですね、いろんなニュースに載ってるんですけども、確か3日ぐらい前にそういう話が出たのかな。でね、今日はですね、なぜそういう話が出たのかについて、ちょっとですね、まあ、掘り下げていきたいと思います。もともとですね、この場所なんですけども、先ほどお伝えしたようにこう市がですね、取得する用地になってます、予定になってます。で、ここはですね、確か平成27年頃に、この場所に関するですね、利用のね、まあ、方針みたいなやつが出てまして、で、そのね、利用がね、確か5つぐらい項目があったんですが、例えば防災拠点だったりとかですね、まあ、確かにぎわい創造とかですね、あといろんな項目があるんですが、ちょっとそれは概要、この画面に今出てると思うんですけどね、まあ、そういったものがあります。で、その中でですね、じゃあどういうものを作るかというとね、例えばホールを作ったりとか、ね、しましょうね。あとはですね、防災拠点を作ったりしましょう。そして、まあ、広場を作ったりとかしましょうとかですね、まあ、そういうふうなね、ことは一応ね、もう発表されてるんですよ。発表されてます。ただそこで止まってんですよね。で、これね、なぜかというとですね、まあ、連続立体交差事業も遅れてるということは分かると思うんですが、まあ、土地区画整理事業についてもね、まあ、すごく遅れてるわけなんですよね。で、それにですね、松山って市はね、今この向こう側にね、バスタをね、やろうというふうにね、計画しております。バスタまだ決まってないんですよね。で、バスタの中にはですね、もちろんバスのですね、まあ、集約という意味もあるんですが、防災拠点もね、整備しようというね、計画があります。でね、こちら側もですね、防災拠点か防災設備をね、やろうというふうに言ってるんですよね。まあ、ホール作ったり防災やろうとかですね、言ってるんですよね。ですからね、まあ、言ってみればね、多分ね、バスタがね、やるかどうか決まらないと、ここにね、まあ、どれぐらいのものを作ったらいいのかって多分決まらないと思うんですよね。どういうことかというと、まあ、箱物ですよ、いわゆるね、ホールとかですね、アリーナっていうのは箱物なんですよね。ですからね、やっぱりこう、ちゃんとね、利用がね、うまくいくようにしないといけないと思うんですよね。例えば向こう側にですね、バスタ作って、そこに防災拠点もりもりに盛り込みました。そしてこちら側にですね、松山市が取得した用地に防災拠点もりもりに盛り込みましたというふうになると、これね、なんか同じような設備がですね、2つになっちゃうんですよね。これではね、やっぱ良くないですよね。まあ、防災拠点はね、あった方に越した方がいいと思うんですが、良くない、お金の無駄遣いですよね。まあ、ということもあってですね、まあ、バスタにどれぐらいの防災能力がね、拠点の能力を盛り込むかによって、まあ、こちら側にですね、どういう能力を盛り込むかっていうのがですね、まあ、多分決まってくるわけなんですよね。で、これをやるとね、次にですね、このね、ちょうど向こう側にですね、ま、愛媛県が取得する用地も実は向こう側にありまして、これはですね、中村、知事もね、時ちゃんも言ってますけども、
ここの利用方法が決まらないと向こうの利用方法が決まらないと。そうですね、だって土地局整理事業ってのはね、これね、あの市が、松山市がですね、これ主体となってやってる事業です。あのこの交差の連続立体交差事業というのはこれ県がやってるんですよね、ですからね、ここはまあ市がね主導してやってるところなんで、市の設備が決まらないとね、県の設備が決まらないんですよね、ということで、どん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 ここのね、空間がね、完成するのがね遅れてきてしまうわけなんですよ、ということでですね、おそらくまあいつまでたっても決まらないからですね、アリーナどうですかというふうにね、愛媛経済同友会が、まあ、詳細なですね、まあ、詳細というか、まあ、図面まで出してきたわけですね。メインアリーナには5000人が入るね、アリーナ、屋内型のアリーナだそうですね。そして、まあ、小アリーナもね、作る、まあ、小アリーナという方でいいのかな、作るみたいなんですよね。まあ、それがね、こういうの作ってはどうですかというふうに愛媛経済同友会が言いました。さてここからが問題なんですけども、ここにですね、アリーナを作るのはなぜかというと、まあ言ったらですね、スポーツね、そういったものを促進して、まあ、この松山駅ができるので、ね、目の前にそういう設備があったら、まあ、便利じゃないですか。ね、ということでね、そういう設備ができたら便利だし、それでみんなが集まってくる、ここ の, そのスポーツ活動が、ね、活発になってね、いろんな県外から、ね、人がやってくる、そういうことをね、まあ想定して、そういうふうな、ね、提言をね、されてると思うんですけども、実はですね、この向こう側、はい、こっちにね、一駅先にね、松山中央公園っていうのがあります。松山中央公園、坊ちゃんスタジアムがあるところですよね。そこにですね、愛媛県武道館っていうのがあるんですよ。ここにね、同じような設備がね、あるんですよね。で、なぜですね、ここに5000人以上の屋内型アリーナのかっていうとね、これね、理由があるそうでして、まあ、例えば、まあ、卓球とかですね、まあ、バレーボールとかですね、あとはまあ、まあ、一番言われているのが B リーグ、バスケットボールですね、まあ、B リーグで、この B プレミアムが、5000人の、ね、使用能力っていうのが、まあ、その B プレミアムの、ね、まあ、その加入というのかな、まあ、そういう加入というか、それの採用条件ということで、5000人以上のホールを、ね、ホールというかアリーナを、ね、作ったらどうかというふうに話が出ています。じゃあ実際県武道館で、あのすぐ隣にありますね、まあ、一駅先のね、電車で 2,3 分のところにあります、ね、五坪駅の隣にあります、ね、松山中央公園の中にある県武道館、こちらね、どれぐらい人が入るのかというとね、まあ、正直なところちょっとよく分かりません、はい、でもね、B リーグのね試合でね、少し前の試合で4800何人入れたっていうね、なんか B リーグの新の記録樹立みたいなね、あの一番多くお客さん入りましたよみたいなね、そういう記事が、あのことがね、ホームページに書いてありましたので、まあ4800ぐらいも入るらしいんですよ。だからね、回収とかなんとかすればね、5000人いけるんじゃないかと思うんですね。まあそれもパンパンで4800いくつだったのかちょっとわからないですし、条件につきましてはわからないですけども、まあ似たような設備がですね2つできちゃうわけなんですよね、はい。で、愛媛県武道館に至ってはね、コンサートもやってるんですよね。サザンのコンサートもあったし、あとはどうだったかな、あれもあったよね、小田和正さん、私見に行ったんですけどね、ありましたし、オンアイスといってね、ディズニーオンアイス、この前アナ雪にね、何年か前に来たら私も見に行きましたけども、まあ、そういったですね、まあ、すごく大きなイベントを開催するのに適したところなんですよね。それがね、ここにアリーナができてしまうとね、まあ、当然ですね、イベントにも使えるらしいので、使えるのを想定するらしいので、まあもうここになっちゃいますよね。ということでね、あちらにありますね、あのすごくねいいデザインのね、愛媛県武道館の、まあそういった大きな利用というのは、まあもうなくなってしまう可能性がありますよね。あそこにですね、例えばそのね、5000人以上入るね、まあ、屋内型のアリーナでね、まあ、B リーグね、B プレミアねの本拠地としたとしますよね。あとなんか卓球とかバスケットボールとか、卓球とかバレーボールとかですね、まあ、そういったものも想定してるそうなんですが、それも全部愛媛中央公園でやってんですよね。わかる？バスケットボール、あのバレーボールはちょっと知らないけどね、あとはまあ卓球とかもできますし、ね、バスケットボールもできますよね。ということはね、これどういうことかというと、あの松山市がですね、整備しました松山中央公園がこれ失敗になったということになってしまうんですよね。ですから、まあそこはやすやすとね、野市さんもね、野市市長もね、すぐにははいやりますというわけではなくて、まあ一応まあ検討、みんなでこうこれがこういうのを意見をもとに検討していきましょうというね、感じになっているようです。ですからね、ここにアリーナがね、まあもうニュースで大々的に出たからね、アリーナ作るんだっていうね、方向
ぽい感じはするんですが、別に作るという話ではなくてですね、ここにアリーナを作ったらどうですかっていうね、愛媛経済同友会がからのね、まあ言ったら松山市、ここはもういつまででも進まないからね、さっさと早くやれよというね意味も込めて出したんじゃないかというふうに私は思っております。それではですね、もともとね、この場所にね、作るだろうというふうにね、松山市がね、その平成27年にね定めたものによると、まあホールを作ろう、向こうにですね、市民会館というホールがあってですね、2000人ぐらい入るホールなんですけども、まあ、それと同じような規模のホールを作ろうと、まあ、あっちがだいぶ老朽化してきたこともありますので、まあ、ホールを移転するというのはね、確かにありなんですよね。向こうにね、あるホールね、市民会館、私もね、昔よく使いました、大ホールで、中央ホールとかですね、舞台立ったこともありますよ、何度も。で、そこがですね、まあ、古い、確かに古いんで、それ移転するというのは、まあ、それは理にかなった、まあ、箱物とはいえですね、理にかなってることなんですよね。理にかなってる、うん、でね、図書館なんですけども、私はね、図書館の移転につきましてはですね、まあ、ちょっと反対気味だったんですよね。図書館ね、向こうの方にね、松山市の総合コミュニティセンターというところがありまして、そこに、市の図書館があって、その先ほどのですね、市民会館のすぐ近くにですね、まあ県の図書館もあるんですよね。で、この県の図書館と市の図書館を統合して、ここに新たにね、統合した図書館を作ろうじゃないかというね話だったのですが、まあ、そういう話になりかけたのですが、これ確か2021年頃ね、なりだしたんですが、県の図書館につきましては耐震工事をね、これからやることになっています。確か11月頃に一旦閉館するのかな。ですから、もうその話は立ち消えになったというふうにね、まあ、考えるのが、まあ、正論なんじゃないかと思います。まあ、図書館作るのはいいですけども、まあ、だから図書館作ったら新たに図書館を別で作るというね、ことになるんじゃないかと思います。ただですね、このアリーナなるとね、まあ問題なのがね、まあホールの場合もそうなんですけどね、駐車場ですよね。今松山中央公園でですね、その何かで、ね、イベントごとありますとめちゃくちゃ大渋滞するんですよね。まあここだとね、電車利用してくれる方もいると思うんですけども、ここに駐車場いるんですよ、絶対すごい数の駐車場がいるんですよ。だってそういう、だって松山は車文化じゃないですか。見てくださいよ、車だらけでしょ。もう至る所にもう全部車あるじゃないですか。車文化なんで駐車場は絶対いるんですよね。さあ、その用地も確保しないといけないということと、駐車場作らなかったらやばいよ、本当に。それはやばいから、ね、絶対ね、イベントごとが開催された時に、すごい渋滞が発生する可能性があるということです。見てください、ここなんかですね、これ今アンダーパス行ってますけども、これですね、埋め戻す予定になってるんですよね。で、この今電車来ましたけど、その向こう側にはね、この辺りがね、先ほどお伝えしましたけどバスタの計画もあります。バスタができたらですね、バスがここに集約されるわけでしょ。そしたらですね、まあ、この辺の道路にですね、まあ言ったらバスが走るわけですよね。だって四方八方バスは出てますから、いろんな方向に行くバスは全部集約しますから、まあ、ここなんかもですね、通ると思いますし、この、まあ、向こうの通りも通るしね、まあ、この辺も場合によっては通るかもしれませんよね。まあ、ここは通んないかもしれないけどね。ということはですね、そのイベントごとがあるたびにですね、バスとのすぐ横が、ね、渋滞するということになってしまいます。愛媛 FC の、ね、サッカーの試合、私も何度も、ね、見に行ったことありますけども、まあ、愛媛 FC の試合とかでもね、やっぱり、ね、その道路めちゃくちゃ混みますからね、すごい混むんですよ。バスも、ね、すごい遅れます。ここに5000人規模の、ねホール、アリーナ作ったら、ね、めちゃくちゃ混むんですよね。まあ、ホールの場合もね、まあ、混むと思うんですけども、もともと向こうにあった松山市民会館の周りって駐車場少なかったので、まあ、そこはですね、もうちょっと駐車場の整備をね、よくすればいいのかなと思うところなんですが、アリーナにしたらめっちゃ駐車場いるんですよね。しかもね、この後ろね、これ全部これ今ブルーシートありますけど、この後ろ何整備するかというと、これ別にここから先ですね、これ町じゃないんですよ。ここから先はね、これ住宅なんですよね。これ見てください、この辺り、これ何をしてるかというと、これ、ね、住宅建てるで、ね、用地なんですよ、これ全部ね。はい、ということはですね、こういう人が集まるスポーツエリアの道を挟んだ向こう側にめちゃくちゃ住宅街が広がるというね、そういうことになります。まあ、こうなるとですね、やっぱり騒音の問題、いくら屋内型といってもですね、やっぱり人がめちゃくちゃ集まるわけですよね。やっぱ騒音のこととかもあるし、
アリーナだったらさ、やっぱジャンプするじゃないですか。ジャンプしたらドスドスいますよね。それがこっちに伝わってですね、ドスドス禁止とかなっちゃう可能性もありますよね。まあイベントなんで、ね、やっぱりドスドスしないといけないじゃないですか。やっぱり上下運動しないとねいけないんで、禁止してるところも、ね、多分あると思うんですけどね、そういう運動をね。まあでもやっぱり盛り上がらないといけないからね、やっぱりそういうのやったらね。ということはですね、駐車場もいっぱいいるし、人はいっぱい来るし、そして横は住宅街ですし、ということでね、まあ少しですね、元々のねこの町の設計としてちょっとそぐわないという可能性もあります。もちろんですね、ここにアリーナがもしも建設されることになったら、長方形はですね、もちろんわーいって言います、まあ、これは言います。前も言いましたよね、道後に水族館がねもしもできるのはね、道後水族館そこはちょっと難しいんじゃないかって話したけども、できたらわーいって言いますよってことで、まあ一応でできたらねわーいって言うんですけども、できることならですね、まだホールの方がマシかなという感じです。ホールはリリーかなってるんです。あっちのホールはもう古いんでね、それを移転するというのはね、まあ箱物ですけども OK なんですよね。ただアリーナは向こうにね、あっちにですね、すぐ一つ隣の駅に県武道館があるし、松山市が整備したスポーツ公園ですよ、松山中央公園があるんで、それがですね、まあ言ってみればこっちに取られちゃうわけですよね。まあということはですね、ただまあ時代の流れにそぐわないということで、まあ、こっちに作るということであれば、それはまあ大英断とも言えるんですけども、だからですね、まあ、そこはちょっとこっちの設備と、こっちの設備ですね、まあ、こっちにアリーナ作るんであれば、ちょっとそこは考えないといけないかなというふうに思います。はい、ちょっと、ね、見てください。ここにね空間が空いてますよね。これで、ね、道路が伸びていくんですよ。まあここからここまで伸びていきますということで、松山市が取得するという用地はこっからこっち側ですね。まあ、見ていただくとですね、結構でかいんですよ。まあ、結構でかいけど、サッカースタジアムができるような広さはないわけなんですよね。まあ、本当だったらね、まあ、愛媛にお住まいだったら愛媛 FC ね、このスタジアムがねこの裏にできたらね、まあ、便利っちゃ便利なんですが、さすがにねちょっともう計画からしてですね、もうここ住宅地なんでね、この住宅地を入れたとしてもここにはちょっと収まりそうもないんで、まあ、それはちょっと無理な話なんですよね。ということでね、ここの利用方法をね、これからどうしていくのかというのは、まあ、松山市としては多分バスタがやるかどうか決まらないと、ここの方も決まらないし、ここが決まらないと、向こう側のね愛媛県が取得する予定の用地も決まらないと、まあ、こういうですねちょっとね、すごくね、複雑な関係になっております。さあ皆さんはここに、ね、5000人以上収容するようなアリーナ、コンサートなんかも開けますよ。そういうでかい、ね、アリーナが来てほしいですか、それともね、ホールとかですね広場、そういったものが来てほしいですか。よかったらねコメント欄に記載いただけたらと思います。はい、それでは本日の動画はいかがだったでしょうか。今日はね松山市が取得するね予定の用地のところに、もしかしたら5000人以上のね規模のねアリーナがねできるかもしれない、そしてそこでねコンサートなんかもね将来できるかもしれないというね、そういった内容の話題をお届けしました。チャンネル長方形ではこれからも引き続き食の鉄道に関する話題、乗り物、観光、そしてこういったね連続立体交差事業や土地区画整理事業の話題やっています。そしてちょっとお知らせなんですが、長方形ですね登録者数が3000人達成したということでして、皆さんのおかげです、ありがとうございます。第2回のねオフ会の開催が決定いたしました。開催場所なんですが、こちら後ろに見えてますねホテルサンルート松山さんでねやらせていただきます。今年のね2024年の6月の8日土曜日です。6月8日土曜日の13時から、の参加費はですね3000円になっております。長方形のですねトークショーや、あとはですね、まあ、その N ゲージのねレイアウトを用意したりとかですね、あとは楽しいビンゴ大会も開催予定しております。そして今回のオフ会の目玉なんですが、サンルート松山さんのねご協力によりまして、ホテルのね9階のところからね高架化の様子をね皆さんにこう見てもらうというねツアーをねやります。皆さんにはね9階に行っていただいて、長方形がですねこの高架化の様子をね、まあ、今いつもね動画でやってるようなことね、これをね実際に皆さんの目の前
内でね、この上から眺めながらねやらせていただけたらと思っております。当日はね皆さんにねやることを楽しみにしておりますので、概要欄にねあの申し込み方法を記載しておりますのでよろしければチェックをお願いします。特にねあの高架の工事につきましてはもう今年ね何事もなければ秋にはね高架の駅に移っちゃいますから、地上線を走ってる様子がね撮れてですね横に高架の線路もあるっていうのはもう今年の秋までなんですよね。ということでねそれだけでもねあのもうホテルのね9階からね皆さんに見ていただけるということだけでも価値があると思いますので、ね、皆さんよろしければご参加ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後いきますよ、せーの、ちょ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 じゃんけんじゃんけんポン、あっ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 。